手術なんて嫌だよ。手術って体を切ったりするんでしょ？怖いよ。でも手術しないとあなたは長く生きることができないかもしれないのよ。そうなったら大好きな小野道夫君ともお別れになるのよ。いいの？それは嫌だけど。とにかくこれが静子のためなんです。さあ行くわよ。少しだけ一人にさせて。わかった。じゃあしばらくしたらまた来るからね。手術怖いよ。どうしよう。泣いてるのかよ。おじさん誰？桐生だ。さっき少し話してるのが聞こえて気になったから声をかけたんだ。お前手術するのか？うん、よくわからないけど手術しないと治らない病気なんだって。でも手術って体を切るんでしょ？痛いの嫌いだし怖くて。そうなのか。確かに痛いのは嫌だな。うん、でも手術しないと死んじゃうかもって。そしたら小野道夫君とももう会えなくなっちゃうって。お前は道夫君が好きなのか？好き。この前もイベントで私を守ってくれたんだよ。私道夫くんのお嫁さんになるのが夢なんだ。ほう、そうなのか。なるほど。確かにこの子この前のイベントに来ていたな。手術しないと道夫くんのお嫁さんになれない。でも勇気がなくて怖くて。この子に勇気を与えてやらないとな。もう来たくないと思っていたが仕方ない。よし、ちょっと待ってろ。おじさんがお友達を連れてきてやるからな。お友達？ああ、多分お前はそのお友達のことが大好きだと思うぞ。そいつに会えばきっと勇気が出るはずだ。そうなの？うん、待ってる。私静子だよ。静子か。よし静子、すぐ戻るから待ってろよ。うん。一度だけ小野道夫になってこの子に勇気を出させてやろう。プロデューサーの弘中に連絡してみるか。もしもし、桐生だ。桐生さん、どうしたんですか？まさか道夫君に戻りたくなったとか？悔しいがそのまさかなんだ。もう一度道夫になる必要がある。こちらは全然大歓迎ですよ。今尾道の米徳にいますので来ていただいてもよろしいですか？米徳だな。わかった。お久しぶりです。よう、その後元気にしてるのか？
はい、おかげさまで小野道夫君人気は全国的に上昇してきてます。さらに人気を高めて小野道を PR できるように頑張ってるところですよ。そりゃよかった。ところで今日なんだが、道夫君に入りたいんですよね。ほらちゃんと用意してありますよ。うん、助かる。それにしても一体どうしたんですか、桐生さんが道夫君をかぶりたいなんて。ああ、実は道夫のファンの女の子がいてな、そいつが手術を受けるのを怖がってるんだ。だから俺が道夫になって手術する勇気を与えてやれたらと思ってな。なるほど、そんなことが。わかりました、じゃあ早速準備しましょう。その女の子の近くまで行ってそこで着替えましょうか。はあ、そうだな。何度見てもぴったりですね。桐生さんに着られるために作られたかのようだ。やっぱり暑くて重くて息苦しいな。でも嬉しいな。何がだ。だって僕が作ったキャラクターが誰かに勇気を与えるかもしれないんですよ。自分が作ったものが誰かに勇気や希望を与える、エンターテインメントに関わるものとしてこれ以上の喜びはありませんから。そういうもんなのか。ええ、だから僕のためにもちゃんとあの子に勇気や希望を与えてくださいね。ああもちろんだ。俺を誰だと思ってる。尾道の象徴、尾道を出せ。そうでしたね。さあ行ってらっしゃい道。おう、任せろ道。しずこちゃん、こんにちは道。え、あー道夫くんだ。すごいすごい、どうしてここに。だな、桐生さんってお友達にしずこに会ってくれって言われたんだ。道、おじさんの友達って道夫くんだったんだ。すごいな、あのおじさん。今日はな、しずこに勇気を持ってもらいたくて来たんだ。勇気を。ああ、桐生おじさんから聞いたが、しずこは手術を受けるんだろ。手術って痛いんでしょ。だから怖くて。確かに少し痛いかもしれないな。痛いの怖いよ。道夫くんは痛いの怖くないの。俺か。そうだな。俺も痛いのは怖いさ。え、道夫くんでもあんなに強いのに。そりゃそうさ。俺もなるべく痛くならないように生きていきたいと思ってる。だが人生の中では痛くても傷ついても我慢して前に進まなきゃいけないこともあるんだ。なんで我慢するの。我慢しないで逃げちゃダメなの。もちろん我慢しないで逃げることもできる。そうすればあまり痛くない人生かもしれないな。だがいつも逃げていると夢を叶えられなかったり周りの人を傷つけてしまうこともあるんだ。周りの人を傷つける。ああ、例えばこの前のイベントだ。変な不良どもが来ただろう。あの時俺があいつらと戦わなかったら
みんなが傷ついてしまったかもしれないな。うん、道夫君が守ってくれたから私痛くなかった。だがそん時戦った俺は不良に殴られてちょっと痛かったんだ。あ、そうか。だけど自分が殴られるよりもお前らが殴られた方が辛いからな。だから戦ったんだ。静子の手術の件も同じだぜ。同じ？お前が手術を受けないでもし死んじゃったら、お前のお母さんやお父さんや友達はどうなる？きっとすごく悲しむと思う。静子はみんなが悲しんでもいいのか？それは、いや。だろう。静子が勇気を出すってことはみんなを悲しみから守るってことでもあるんだ。俺の言ってることわかるか？ゆるキャラついに見つけたぜ。お前らはこの前はよくも俺たちをボコボコにしてくれたな、ゆるキャラさんよ。たっぷり仕返ししてやるからな、みちおくんよ。みちおくん逃げようよ。いや、俺は逃げない。でもあの人たちいっぱいいるよ。いっぱい攻撃されて絶対痛くなっちゃうよ。だが俺が逃げたら静子が痛い思いをするかもしれないだろう。そんなことになるくらいなら少しぐらい痛くても我慢できるさ。みちおくん。静子、俺は勇気を出してあいつらと戦う。その姿をよーく見とけ。何くっちゃべってんだから。もしかして逃げるのか？あ？逃げも隠れもしねえよ。子供の前でダセー姿見せるようなキャラじゃねえんだ。あ？俺は尾道の象徴、この道をだ。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。さらしてやがテイクをさらせ。フンジャハッフンジャハッフンジャハッフンジャハ。ほら、よし、うん、うん、はっ、はっ、えいや、うん、うん、えいや、うん。全然ゆるくねえよこいつ。ゆるいのはてめえらの方だぜ。みちおくん、よかった、無事で。俺は大丈夫だ。痛いけど勇気を出して戦ったぞ。静子、今度はお前の番だぜ。勇気を出して手術受けられるか？うん、私手術受ける。痛いかもしれないけど頑張る。みんなを悲しませたくないし、それに
道夫君のお嫁さんになる夢叶えたいから。俺の嫁さんになると大変だぞ。大丈夫、辛くても我慢する。静子、勇気出すから。いいぞ静子、その息だ。静子、偉いわね。よかった、本当によかった。私行くね。痛いかもしれないけど一生懸命頑張る。ああ頑張れよ、俺いつでも静子を応援しているぜ。うん、あとこれ静子からプレゼント。これはありがとうな、静子。じゃあね、道夫くん。あと、キリュウのおじさんにも伝えて。キリュウのおじさん、本当にありがとうって。ああ、伝えるさ。きっとキリュウのおじさんも喜ぶと思うぜ。ありがとうございました。それでは。よかったですね、桐生さん。ああ。これで、道夫になるのは最後ですか？まあ、そのつもりだが。できればもう一度だけ、また道夫になってくれませんか？え？いつか、彼女が手術を終えて元気になったとき、道夫君に褒めてあげてほしいなって。ダメですかね。考えておこう。